こんにちは。障害学習センターの保育士です。今日はお家の中でも楽しくお散歩気分になれる遊び、とっとこ散歩を紹介します。お子さんと一緒にやってみましょう。お子さんの月齢に合わせて抱っこでもいいですし、手をつないで歩いても大丈夫です。それでは始めてみましょう。まず山に行きたいと思います。せーの、とっとこどっこ散歩、散歩に行こう。山に着いたら穴に落っこちた。スーン。次は川に行ってみます。せーの、とっとこどっこ散歩、散歩に行こう。川に着いたら風が吹いてきた。ヒュー。次は野原です。せーの、とっとこどっこ散歩、散歩に行こう。野原に着いたらお弁当食べましょう。むしゃ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 。ではもう一回行きたいと思います。まず山に行きます。せーの、とっとことこ散歩、散歩に行こう。山に着いたら穴に落っこちた。スーン。次は川です。せーの、とっとことこ散歩、散歩に行こう。川に着いたら風が吹いてきた。ヒュー。次は野原です。せーの、とっとことこ散歩、散歩に行こう。野原に着いたらお弁当食べましょう。むしゃ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 。お家の中でもお散歩気分になれるスキンシップ遊びです。ぜひやってみてください。